さあじゃあもう一回再びですね、はい、若者と選挙っていうことについて考えてみましょうかね、はい。でモンスケラボではね、事前に先ほどもちらっとご紹介しましたが、事前に学生の皆さんにアンケートを取っています。で4月の知事選に行った行かないという質問がありまして、行ったという方がほぼ半数、まあ、51% ということで、行った人の方が多かったという結果が出ています。うん、まあ、これをちょっと踏まえた上 で先ほど今日の参議院選挙に行きましたかっていう質問をしたら、まあ、17人いるうちの14人が今日選挙に行きましたというふうに答えてくれましたが、まあ、行かなかった方も、ね、中にはいらっしゃったので、ちょっと、ね、この時間は行かなかった理由なんかも、ね、聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、じゃあもう一回ちょっとさっき行かなかったよって出してくれた方、ちょっともう一回見せてもらってもいいですか。改めてみんな上げてみたら、はい、あ、そうしようか、もう一回上げてください、うん、行った人はじゃあ丸、行かなかった人は×、うん、はい、うん、でほとんどの方は行ったということなんですが、中には行かなかったという方もいる、うん、でさっきね、彼は体調悪かったからね、聞きましたので、行かなかったということですけれども、うん、お大事に、うん、じゃあ後ろの席の方、うん、聞きます ね、もう一回よかったら理由の紙、はい、出せるかな、もし行かなかった、ね、出せるようだったらちょっと出してみてください、うん、はいはい、ありがとう。かけるさん、はい、はい、住民票が実家の方にあったので、うん、ちょっと映さないとついておけないかなと。あ、実家どちらなの。実家は北海道の北の方にある。あ、そうなんだ、そうなんだ。住民票移すの結構ね、めんどくさかったりするもんね。そうですね、うん、私も道外なんだけど、出身が、はい、学生時代住民票移してなくて、はい、そう、それもあってなんかちょっと選挙行かなかったなって今思い出しました、いろいろ、うん、そうだよね。よくね、住民票を移さない理由の一番に出てくるのが成人式、はい、こう地元で成人式出たいからって言って、ね、やっぱりなかなかね、うん、移さないっていう人もいます。それでいうと今19歳なので成人式は、うん、そうですね、来年のに、ちょうど楽しみね、うん、だと。もう一つは国民年金の保険料っていうのを、まあ、親御さんが払ってるケースがあって、そうするとこれ住民票移しちゃうと自分で払うかどうかっていう話になるんで、うん、学生だと、まあ、うん、延期していいのかな、うん、だいたいその国民年金とその成人式っていうのが、まあ、大きな理由みたいですね、うん、なるほどね、だからそういう方結構多いですよね、うん、まあ、我々も実際学生時代も周りでもいたし、うん、そういった方が本当に多かったんですけれども、うん、ではちょっともう一人ぐらい聞いてみようかな、はい、聞いてみよう、はい、ありがとうございます、うん、もう一方、はい、留学生の方ですね。そうなんですよ、中国からの、ね、留学生の方にも今日来てもらってます。こんにちは、こんにちは、お名前いいですか。はい、大花翔と申します。花翔さん、はい、お願いします、はい、ちょっと見せていただいていいですか。はい、投票権を持っていないから、はい、ちなみに日本の選挙のイメージってあります。イメージはみんな若い方々が積極的に投票に行くのことを聞いて、本当にすごいんだなというふうに思って感心しました。うん、ああ、そっかそっか、うん、そうなんだ。逆に中国だとどんな感じなんですか、うん、雰囲気っていうのは。雰囲気は、なんか中国の政治の事情は日本とは全然違いますね。はい、具体的な違うところがわからないですけど、もともと制度が違ったりっていうことなんですね、はい、ありがとうございます。日本の方が、ね、積極的にっていう、ね、お話もありましたけれども、うん、でこちらでちょっと一つ、ね、データを皆さんにご紹介したいと思います、うん、あなたが選挙に行かなかった理由は何ですかというですね、質問がありますね。こちらも事前のアンケートです。1番がですね、アルバイトや用事がある。そして2番目が住民票を移していないため、投票用紙が届かないから、そして面倒くさいからという理由などなど、あとは候補者政策がわからない、政治に関心興味がないといったものですね。で選挙がいかなかった、その他にもフリーワードとしてご覧のような、だゆいって何ですかこれ、だゆい、だゆい、え、だゆい
だゆい。だゆいってもうすけ何これ。流行りの言葉なの。なんこれ。だゆい。だるいじゃなくて。だゆい。わかる方は教えてください。だゆいって何？あるの？教えて。わかります。わかる？若い人。聞いた人。若い人。聞いたことある方います。聞いたことある。丸バツはいじゃあ。あそうだね。だゆい。だゆい。だゆいって何？あ聞いたことないや。みんなない。これは書く人が間違ってルを言って書いちゃったのかな、ねね、これは。だから使ってみましょう。なんか、ね、今日だゆかった。だゆかったって。今日おきにね。はい。さすがにね、あの体調が悪かったっていうのはランキングに入ってなかった。そうですね、少数意見でしたね。でも住民票のやつは本当に3位に入ってきてるんですね、結構多いですね、で、その住民票の意見が多かったというのでいくと、そうですね、それも、そうかそうか、2番目に多かったということですけれども、で投票に、ね、行かなかった人には、ね、こんな傾向がありますよということで、こちらのデータをちょっと皆さんにご紹介しましょう。これあの行った人が赤いグラフで、行かなかった人が青いグラフなんですけれども、行った人と行かなかった人の差が大きいものを、ね、並べてみたんですね。で例えば左のグラフ見てください。分かりやすく言うと、行った人が重視しているものの順に並んでます。これでいくと行った人が重視したもの、逆に行かなかった人はあまり重視していない項目になります。だから行った人は政党や知名度、年齢といったものをまあ重視している。で右のグラフを見るとこれ逆です。今度は行かなかった人が、選挙に、行って候補者を選ぶ際に重視をしたいポイント、そのランキングです。そうなってくると人柄、考え方、政策、そういったものが選ばれているというか、ちょっとこう毛色がもう少し違うよね。そうだね、なんか行かなかった人の方がなんかすごい深く深く深く考えようとしすぎちゃってるぐらいな感じの印象も受けるね。確かにね、悩みすぎちゃっていけなかったのかなってちょっと思っちゃった。あそう、実際にねそういう声も結構あるみたいなんですよね。もういろいろ見たけど分からなくて、結果的には自信がなくていけないとか、あそっか、で、あとは投票に行かなかった人でニュースアプリとか SNS、そういったものでも情報を集める傾向にあるというものもあります。こちらね、選挙の候補者を選ぶ際何を参考にしたか、右のグラフ、これ行かなかった人が候補を選ぶときに重視したいポイントですけども、テレビ、政見放送、ニュースアプリ、ニュースアプリっていうのがここに出てきてる。でも投票に行った人はその何を参考にしましたかといったときに、あまりニュースアプリというのは出てこなかったっていうことなんですよね。SNS もそうなんですけど、結構その投票に行く行かない人のによって、その何を参考にしているかというのは違うんですね、これね。ちょっと意外な結果かもしれませんけど、そうだね、ね、であとは先ほど言いましたけれどもね、一人暮らし、あの家族と一緒に、ね、行くよって方もたくさんいらっしゃったと思うんですけど、一人暮らしだとねやっぱり行かないって人が多いんですね。このデータでいくと 21% しか行ってない、でも同居してる人が一人でもいると、まあ、半分ぐらいになってくる。ぐんと伸びたね。そうなんです、その一人か二人か以上で住んでるかっていうのでだいぶ変わってくるってことなんですよね。どうですかてるこさん、今データいろいろちょっとありましたけど、なんか6人が減ってるのがすごい気になりましたけどね。あ、大家族になってるのかしらとか思いつつ、でもなんか行った人行かなかった人のなんか理由の違いみたいなのって、その行った行かない問わず、さっきなんか出てたあのグラフみたいなのあったと思うんですけど、割と上位にランクインしてる理由の方が行かなかった人の理由だったなっていう印象があって、人柄とか政策とか、だからなんかもっとね、みんなね、なんかこう知るのは面倒くさいかもしれないけど、人柄とか政策とかも実際になんかもうちょっと知ろうとしてみてもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりしつつでしたね。はい、さあそしてもう一つちょっとね、データをご紹介します。今の選挙の問題点について、あなたの意見を教えてくださいというデータですけれども、こちら一番多かったのは、支持する政党も候補者もいない、投票しても政治や暮らしが良くならない、まあ、無力感とでも言うんでしょうか。そして自分の一票では投票結果が変わらない、これももう似たような感じですね。この3つが上位を占めているという結果になるんですけれども、どうだろう、これやっぱりなんかこう
無力感みたいなのがちょっとにじみ出てるような感じがしませんかね、うん、逆にやっぱりみんなもこういうの思ってたりするのなんかちょっと若者の意見聞いてみたいなって思うんですけど、ねうん、じゃあその問題点、うん、ちょっとね聞いてみましょうか。まず問題点から今の選挙なんかこう問題点というかねこれがちょっとなんか嫌なんだよなとか、うん、だから行かないんだよなとかそういうのちょっと言えるよって子います？ちょっとでも気になることあれば何でも、うん、眠くなってきたわけじゃないですよ、ね、大丈夫ですか？もう結構ね、あの時間1時間近く経ってるけど、ともかちゃんね、うん、言いたかった。ともかさん、あ、本当、うん、毎回毎回、この自分の一票で政治を変えるぞっていう気持ちで投票するんですけど、うん、いつも選ばれなくてちょっと悔しいなと思いますね。なるほどね。投票したのにっていう、せっかく、はい、だけど、まあ、いつも信じて投票はしてます。あ、すごい、本当政治にかける若者がいるわ、本当素晴らしいです ね、そういう思いを持って投票するのも大事ですよ、うんうん、ではマナさんお願いします。いちいち選挙に行かなきゃいけない、足を運ばなきゃいけないっていうのがなんか行くのめんどくさいなっていう気持ちにさせる人を増やしてるのかなっていう、その今もネットもどんどん、うん、普及してってるので、うんうん、もうちょっと新しいやり方とか考えてもいいのかなと思ったりします。そうだよね。なんかスマホとかでさ投票できるようになったらめちゃめちゃね楽だろうね本当にね、うん、確かに増えそうですよね、そのネットが使えたら。でも政治家にね、政治家にとって実は一番怖いのってね、選挙なんですよ、選挙なんですよ、うん、特に衆議院なんていうのは短いサイクルであるから、だからどうしても選挙中心に行動するっていうこともあったりするんだけど、仮にみんなが投票に行かないってなるとどうなるかっていうと、その、まあ、特定の団体とか組織とか要は選挙に行く団体とかの意向を主に聞くように政治家はなるよね、うん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 、でそうすると結果的に、どうせ私の一票だからっていうふうにやらないと、ますますね、その私たちとは関係ない世界で、世界へどん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 政治が行ってしまう。なるほどですね。私もお店、こう何丁目のパータールームってところで働いてるんですけど、やっぱりお店に来る人がどんな人かによってサービスの内容とか変えたりするから、うん、あ、同じ感覚なのかなって今思いました、うん、はい。北欧のね、なんか国なんか、まあ、税金高いけど老後の不安がなくていいななんていうふうに日本から見てると思うんだけど、じゃあそんな国はいきなりこうドンとできたのかっていうと、そんなことなくて、実はやっぱりみんなが、ね、一票一票投じてって、うん、その今の国の形をそれこそ20年30年40年かけてまあ作ってきたっていう、そんな歴史があるん で実は今の政治って、実は多分皆さんの未来を左右することになるんだよね。だから後から振り向いて、あの時は分岐点だったんだって気づいても、もしかしたら手遅れかもしれないよ。だちゃんと言っておいた方が、ね、本当にね、そういう僕も学生時代言ってたかっていうと、いろいろあるんだけど荷物ね、そこね。でも、ね、この仕事をやってね、本当思いますよ。だからぜひね、ぜひ言った方がいい。でぜひ考えた方がいい。そうね、だからともかちゃんもまなちゃんもこれからもちょっと信じて一票ね、投票しに、他の皆さんも本当行かないとね、あんたは体調整えなさいよ常に体調が、投票してるんだぞってアピールしなきゃダメだね、若い人たちもね。そうだね、こんなものいるの忘れないでねっていうメッセージをね、投票に行くってだけでも伝えられますからね、それが大事というお話もありました。ありがとうございました。はい、じゃあその選挙ですけど、今ね行った方がいいよという話がありました。じゃあどんな選挙だったら行きたくなるか、うん、参加しやすくなるか、どんな選挙、そうそういうのをちょっとね、うん、聞いた、これもデータがあります、うん、これでいくとスマホから投票できる、うん、これがもう圧倒的なご意見、うん、スマホから投票できたらまあ行くよということですね。で次が義務になったら行きます、ね、義務だから確かにそれは義務だから、ね、ここはツッコミどころですね。行かないんですけど、でいつも行く場所で投票ができれば行く、住民票がなくても投票できたら行きますよなんていうご意見がありました、うん、まあ、ちょっとこれを踏まえて
まあ、こう皆さん集まってくれてるので、ちょっとこれはね、いろんな人に意見を聞いてみたいなと思うんですけど、ちょっと草川さん、はい、またマイクを持って行っていただいていいですか、はい、あ、そうだ、じゃあこれ紙に書いていただこうかな、うん、今度は今ちょっとリアルタイムで、うん、これは事前にいい、うん、書いてもらってはいないので、カチカチ、ね、こうだったらいいなっていう、そうですね、こうだったらもっと選挙に行くんじゃないか、参加しやすくなるんじゃないか、もう自分が思う意見でいいです、うん、他の人のことは関係なくというか、うんうん、ズバッとね、ズバッとね、書いてもらって、そうです、本助はいつ参政権もらえるんだろうね、本当だよ ね、 ね、僕さ、ほら8歳さ、20年やらせてもらってるじゃない、だからさ、20歳なの8歳なのっていう議論は毎回毎回出るわけ よ、 よ、ね、うん、もし20だったらさ、選挙権もらってもいいんじゃないかなって思うわけだけど、うんうんうん、でもそもそも猿じゃないっていうふうにまた覆されるわけよ、すごい複雑なの、僕複雑だね、本当にね、そう、ね、悩みよね、さっきと違って本当に元気に動いてるね、元気元気よ、元気よ、元気ね、うん、そうよね、本当ね、そう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 、あ、みんな結構がっつり書いてますね、ね、結構ペースするするするってなんか書いてる音するね、ね、すぐ、うん、いや、やっぱりなんか本当に自分の学生時代よりね、どうだった、いや、私は学生時代ちょっと関東の大学に行っていて、帰省した時に家族で投票は行ってたんですけど、うん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 、大学の友達とその選挙の投票について話した時に、うん、なんか投票日に雨が降っていて、ちょっとだるいから行かなかったっていう天気で、もうね、気候によって、さすがにね、ちょっとあの絶対に投票日晴らすっていうのはなかなかね難しい、難しいかもしれませんけど、それで言うとやっぱりネットとかだったらね、そうだよね、家でできるしね、うん、さっきちょっとスマホでとか言ってたけれども、実際ね、天気が雨だと投票率下がるなんていうこと、うん、マヤさん言われますよね、そうなのね、うん、今日はだから晴れてたから、うん、ね、お天気は良かったんで、うん、投票率は後で、まだ出てないですけれども、ただ今日ね、今日トカチの方から帰ってきたんですけど、はい、あっちはね、小雨でして、あ、そうだ、あら、そうなんだ、そこら辺はちょっと下がってるかもしれませんね、そうですね、地域によってはね、みんな書けたのかな、どうでしょう、まだ書いてない人います、あ、大丈夫そう、できた、じゃあ一斉に見せていただきましょう、お願いします、じゃじゃーん、これはまたすごいいっぱい書いてあるけど、ちょっと待ってよ、手前の女性はすごいことを書いているな、すごい、宝くじがもらえる、これはどういう、どういう、いや、なんかその選挙に行ったら1人1枚とか2枚とかこうジャンボ、サマージャンボですって言ってこうもらえれば、なんか投票に行くだけでもしかしたら大金が当たるかもしれないって思って行く人が増えるんじゃないかな、3億当たるかもっていう特典がなんかあればいいかなって、人参作戦だ、そうだ、ね、見返りっていうか、なるほど、ね、目に見える見返りってことですよね、そしたらね、また夢もありますもんね、当たるかもしれないみたいな、ありがとうございます、でもやっぱりあれですね、うん、スマートフォンから投票できるっていうのだったり、うん、スマートフォンが多いですね、うん、スマホから投票、ね、あとなんか意見いくつか出ててすごい気になるのが、期日前に大学で投票ができるっていうのが2つぐらいあって、ちょっと聞いてみましょうか、はい、どうでしょう、聖吾さん、はい、大学とかで投票期日前にできると、わざわざ日曜日に大学にとか投票所に行っていくよりもみんなが投票するんじゃないかなって思って、うん、道内だとね、江別かなんかでもありますよね、はい、確かね、うん、大学 で、 そうで、ね、学生が、まあ、ボランティアの形で運営をしているっていうこともありますね、少しずつ増えてはきてるけど、うん、なかなかね、うん、そっかそっか、他にも期日前っていうね、学校で、うんうんうん、学校では多いです ね、うん、そうですね、すごい気になるのが、はい、投票所がもっと入りやすかったらっていうのが、なんか入りづらい雰囲気があるのかな、はい、どういうことでしょうか、今日実際に、はい、あの投票所に行った時に、なんかお母さんと一緒に行ったんですけど、なんかあの話していいのか物音立てていいのか分かんないぐらいシーンとしてて、うん、もうちょっとみんなで投票しようぜみたいな明るい雰囲気だったらもうちょっと入りやすいし投票もできるかなと思います、あ、なるほどね、ちょっと音楽かけちゃったりとかってこと音楽ね、K-POP みたいなね、独特な雰囲気ありますもんね、そう、確かに確かに、僕も最初に行った時はちょっとびっくりしました、びっくりします、うん、緊張感だね、そうそうそう、
あれ期日前投票なんかで言うとね、秋田県なんかでは実は投票した人のこの前の衆院選挙なんかだと、あの期日前投票の人の方がね多いんですよ。あの本当のあのいわゆる投票日よりも当日よりも、そう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 、でまあもともとその県民性でまあ、あの真面目っていう県民性もあるんだけど、やっぱりかなりこう駅のねコンコースでやったりとか、あのまあ便利にすると便利にしてまあ投票を促そうというようなことがあって、うんうん、真鍋さん僕こっちだからね、あごめん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 ね、時々言ってごめんね、うん、こっちだからね僕ね、そうだね、うん、ねモンスケ本当に、うん、声, 声出して出してる出してる、うん、出してるよ、だから喋ってんだよ、ブーしか聞こえないから、ブーしか聞こえない、すごい風の音が聞こえる、風の音が、うん、税が軽減されるっていうのすごいちょっと気になる、投票に行ったら税が軽減、なんかやっぱり投票に行かない人の理由でしてもあんまりこう変わった自覚っていうか感覚がないからっていうのがあったんで、だったらもし投票した人のなんかそういう税率とかが明確に減ったりとか、そういう分かりやすいなんていうかフィードバックみたいなのがあれば行こうと思ったら変わるなっていう人が増えるんじゃないかなと思いました。フィードバックが税が軽減されるか宝くじがもらえるかっていう話よね。やっぱり何かしらの特権があった方が、うんうんね、みんななんか欲しがりさんなのね。ありがとうございます。それそうよ、うん、まあ、もらえないよりもらえた方がそうですね、いいなっていうのはあるけど、うん、あとはテレビ特番を増やす、あ奥の女性はテレビ特番を増やすこれは我々にとっては、ね、特番みこさん特番、はい、なんかテレビ特番は今でもやってると思うんですけど、もう投票に行かないともう1週間すべてのテレビ番組が選挙になるみたいな、もうみんな嫌だから地獄これは地獄よ、これは自分のテレビ番組見たい人もいると思うから、うん、そうですね、もう投票しないとこういう状況になるんだぞっていうので、そういう意味で書きました。だから何かもらえるんじゃなくて罰を与えるみたいなパターンってことね、自分が嫌だからってことね、権利は仕切るだしね、ありがとうございます、うん、なるほどね、テレビの D ボタン、ね、気軽でいいですね、突っ込むか迷ったんですけど、ね、気軽でいい、どうですか、ちょっと一言聞いて、やっぱりなんか家出たくない、そもそも家出たくないって人いると思うんで、うん、もうなんか D ボタンで行けたらなんかもう家族ぐるみでもうすぐ行けちゃうし、うん、なんだろう、いついつに投票しますとかじゃなくて、もうテレビ見てる間に、うん、はい、いきなりですが D ボタンの時間ですみたいな感じで、あの投票をいきなりやると、まあちょっとね、あの皆さんはちょっと焦るかもしれないですけど、でもあれじゃない、なんかリモコンの取り合いみたいな感じになりそうで本当家族で、うん、でも面白いですね、ね、うん、ゲーム感覚みたいな、そうですね、手軽にできるかなと思いました。実際アンケートとかやってるもんね、うん、D ボタンとして ね、うん、というようにね、いろんなもう若者ならではかもしれないね、そんな意見も飛び出してますけれども、でそんな今ね若者と選挙ということでお送りしてますけれども、我々若者にですね物申すこんな人がいるのをご存知でしょうか。こちらちょっとご覧ください。セアロガイおじさんというですね人がいるんです。なんかモンスケのポーズみたいな、ね、感じやってますけど、僕もっと可愛いポーズだよ。あ、そう、ごめんね、あの YouTube でブレイクしている芸人の方なんですね。で、様々な社会問題に対して独特の語り口で持論を展開して YouTube で人気を得ていると。で、特徴は批判をしても誰も傷つけない、これをモットーにやられていると。で、沖縄の綺麗な海をバックに赤いこのふんどし姿でね語る姿が衝撃的ということで、本名は江守康介さんというね方だそうなんですけれども、はい、沖縄をまあホームグラウンドにして活動している漫才コンビリップサービスのお一人ということなんです。ではこちらをご覧ください。トイレ行ってくる僕、はい、どうぞ行ってください。おーい、若者の政治離れっていう言葉どない思う。若者の政治離れも何もそもそも近づいたことがないと思うね。だからそれ言われてもあんまり離れてる実感が湧かへんのとちゃうやろか。年配の方に老人の TikTok 離れって言うても絶対ピッとけへんや、そんな感じ。ほんでこのフレーズから始まる話ほぼほぼ説教臭い説あるんやけど、それよりも若者に近づいてもらうための工夫をした方がええんちゃうかと思う。
例えば本気でお年寄りの方に TikTok やってもらいたいとしたら、高齢者の深刻な TikTok 離れっていうタイトルで新しいものに挑戦できなくなった老人を心まで置いているのだとか、説教をかますよりも芸能界で TikTok にチャレンジっていうタイトルでダンスの動画を撮ることで運動不足解消、アイデアを考えることで脳の刺激にもなって認知症の予防になるし、なんといってもお孫さんとの共通の話題が増えますよって言うて、実際やるにはああやってこうやってって説明した方が絶対に、あ、じゃあやってみようかなってなると思いません？それと一緒で若者の目に触れる場所で若者に届く言葉で選挙に行く意味を発信せなあかんと思う。それもやらずに若者の政治離れは一方的すぎると思う。むしろ政治の若者離れや。まあ偉そうなことベラベラ言うてるけど、俺もちょっと前までは政治に何の興味もない、選挙も一回も行ったことない、そんな若者の一人やった。だからこそ分かるんやけど、俺が行かなくても一緒でしょ、行っても何も変わらんでしょ、なんか難しいし的なことばっかり考えてた。今の若者っていうよりは若かったあの頃の俺に言いたいことがある。まず若者たちの、いや俺一人が行かなくても一緒でしょっていうのが集まったらどうなるか。それは若者の投票率減るわな。そしたら政治家はどうするか。あ、じゃあもう投票しに来へん若者はほっといて、投票しに来てくれる中年から年配の方々が喜ぶ政策やろうってなるわな。そら高齢者の方がメインの客層の飲食店で若者向けの大盛りカツカレーラーメンセットみたいなの置いてへんや。そういう感じ。消費税の話一つとっても、そう、大企業が払う税金、法人税は 50% 近くもあったのに今はもう 20% 台まで落ちてる。なのに消費税を上げようとしてる。消費税が上がって一番困るのは誰？まだ給料が低い若い層や。大盛りカツカレーラーメンセットが食べたいんやったら飲食店の店主に若者も来てるんですけどって伝えなあかんし、若者が住みやすい社会にしてほしいんやったら政治家に若者も投票行ってるでっていうのを見せつけたらなあかん。俺一人行かんくても一緒でしょ、じゃなくて俺一人だけでも行くんや。ほんでどうせ変わらんでしょって言いたくなる気持ちも痛いほどわかる。実際そう簡単に世の中は変わらへんけど、もしもこの先世の中がへんとくりになって、その時を生きる若者や子供たちに、俺は最初から諦めてて選挙も行かへんかったらこんな感じになったっていうのと、俺なりに考えて選挙も行ったんやけどこんな感じになってもうたっていうのでは、どっちがええと思う？まあとりあえずやるだけやってみてええ感じになったら儲けもんぐらいのテンションでも全然ええと思う。あとよくわかんないっていうのって、結局どうやって情報を取ったらええかよくわかんないっていうことなんやと思う。いろんな方法あると思うけど、例えばネットで政党スペース公約スペース比較みたいな検索してみたら、それぞれの政党の主張の比較を分かりやすくしてくれてるサイトとかもあったりするし、 YouTube ではネット党首討論会っていうのも見れたりする。そういうのを見て分からんかった言葉をちょっと自分なりに調べるだけで意外と論点分かったりするから、一回自分でも情報取りに行ってみよう。おじさんも分かりやすく論点を紹介できるような動画頑張って作るさかいな。あの頃の俺に伝えたいのはこれくらいや。これからは今の若者に伝えたいことを言うで。この前政府のお偉いさんが選挙に協力してくれたところには予算つけるでって言うてたんやけど、これってどういうことか分かる？予算って税金から払われるから、国民が払った税金を自分の党の利益のために使うでと堂々と言ってるんや。ほんで今この画面の前にいるあなたが選挙に行かなければ投票率は下がって、そういった組織票を取りに行くやり方が有効とされてしまうんや。そのやり方にノーと言いたいんやったら、やっぱり選挙に行かなあかんと思う。最終的にちょっと積極臭くなって申し訳ないけれども、この動画を最後まで見てあなたは今度の参院選どないするか考えよう。さらに。という勢いがねえ、なんかこっちも息止めて見ちゃうような感じでしたけど、皆さん知ってましたか、セアロガイおじさん。出してみた。せっかくなので、丸バツ。丸バツ。はい、丸バツ。丸の方いますね。あ、そう、3分の1ぐらいは知ってるのかな。はいはいはい。結構、じゃあこれ例えば選挙の時に、まあ、参考にっていうか、そのきっかけで見たりなんかしたって人はいるんですかね。どうだろう。いる？見たっていう人。うん。あ、でそれより前にじゃあ知ってたってことなのかな。はい、私これそれこそツイッターで回ってきて、うん、あ、面白い動画だっつってちょうど見てましたね、はあ、見てどうでした？なんかやっぱり今日もふんどしなんだみたいなそんな感じで思いましたけど、ね、でもなんかセオラガおじさんって結構 LGBT の動画も上げてくれたりとかしてて、うん、あのすごくあのものすごい理解がある方なんだなとか、いろいろ気になる存在みたいな、ね、はい、あの2分3分の間にこうでも言いたいこととか要点がギュッと、ね、よく舌が回る。いや、そこ僕も一番すごいなと思って、ね、アナウンサー泣かせな感じがちょっと、ね、怖いんですね。モンスケまた固まった。大丈夫？あれ？あ、違う、あ、今ねトイレから帰ってきてね、ちょっと出しすぎてしぼんだの。そうなんだ、本当にね、もうちょっとして復活するからね。確かに待ってるからね、うん、半分ぐらいになってるもんね。そうね、ちょっとね、出すぎた、出すぎた、うん、あれ？あ、どうしたの？あ、どうしたの？あ、持ってかれたよ。さようなら、えぇ、ー
何でもありなんですね。ねえ、すごいですね。いってらっしゃい、はい、本当に、うん、はい、真面目な話いきますか。さあこちらですね、8時40分現在の予測議席獲得数、最新の情報が出ています。先ほど8時現在でまだ議席が30席ほど空いてなかったんですが、これ今議席全部予測で空きました。自民党が58、公明党14、立憲民主党19、国民民主党5、日本共産党8、日本維新の会が9、社会民主党1、無所属諸派が10ということになりました。真鍋さん、自民党58、公明党14、合わせると72、これ予測ですけど、ね、いやどうなんでしょう。ちょっとね、伸びてますね、与党側に強く出てますね。そう、与党がこれはまあ勝ったというか、与党の勝利っていうような見方になるんですかね。あとだからね、改憲勢力はね、3分の2になるのかどうかですよね。そうすると、ね、まあ、維新が改憲、あとまあ無所属の人たちもいるんですけど、そうですね、これ安倍総理の今あの任期が21年の9月ですから、はい、そうするとどうなんでしょうね。仮に超えてるってことになってくると、うん、来年のオリンピックが終わったあたりから残り1年でうんぬんみたいな話になるのかな、うん、憲法どうするっていうその改憲のところの話にもなってくるのかなっていうね、ここが一つの今回の参院選の注目にもなってましたけれどもね、はい、ではここでツイッターでご意見いただきました。ショボンさんからいただきました、はい、高橋晴美家の嫁姑問題まで扱う選挙番組、さすが地上波じゃ無理と。真鍋さん言われてますけど ね、地上波じゃ無理といただきました。確かにね、ここでしか、そうそう、ね、報道部長じゃなくなった途端に怒られるかもしれない、ね、僕ら悪くないですからね、はいはい、続いてスーパーチンさんからいただきました。はい、ありがとうございます。働き方改革が始まったけど逆効果になっている感じがします。収入が減ります。でも消費税が上がり生活が厳しくなります。当選した方はこのことを見つめてほしいといただきました。消費税もね、後ほどちょっとそんな話もありますので、はい、まだまだツイッターでご意見募集しています。皆さんどしどしお寄せください、はい、モンスケ選挙ハッシュタグをつけてください。お待ちしてます。はい、うん、さあではですね、まあ、いろいろ今も若者の党選挙ということで話を皆さんにもお聞きしながら進めてきたんですけれども、今回の選挙、まあ、いろいろ争点というのがありました。まあ、新聞なんかで見たっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、例えば年金問題で憲法改正、今話もありました。あとは何だろうな、消費税などなどあるんですけど、実際のところ若者世代、10代20代のみんなにとっての争点、みんなが注目しているところってじゃあ一体どんなとこなんだろうっていうのをここから話していければなというふうに思っています。で、若者がおそらく気になるであろうということで、まずはねこちらの争点からねちょっと話していこうかなと思います。最低賃金、うん、生々しいね。そうね、モンスケね、お金だね、お金の話でもやっぱり、うん、お金って大事だよね、モンスケね、欲しいね、お金欲しいね、欲しいよね、たくさん欲しいよね。いや8歳の発言だと思うね、本当すごい、本当でしょ、そうそう、っていうのがきっとみんなも本音だと思うんですよ、うんうんうん、ということでまずはこの話からね行ってみたいと思うんですが、じゃあまずは各党この、まあ、最低賃金の部分だったり、労働の部分っていうのはどんな公約を出していたのかっていうのをちょっとねこちらの表で、確認してみたいと思います。はい、これ政党ごとにねちょっと分けまして、実際バイト代、まあ、最低賃金と読み取ってください。これをねどうしていくと言っていたのかというのをまとめてみました。そうするとですね、与党自民党と公明党は最低賃金1000円というのを掲げています。で一方野党、立憲民主党それから共産党社民党なども含めて1300円、さらには共産党や社民党は1500円というところにまで言及をしています、うん、というように、まあ、党によってちょっとですね色が違うっていうのがこの、まあ、最低賃金バイト代の部分なんですけれども、
どうだろう。じゃあちょっとですね、これ皆さんにも聞いてみようかなということで、また紙に書いてもらってますんで、この最低賃金、じゃあいくら欲しい、まあ、理想、理想の最低賃金、これぐらいは欲しいっていうのはちょっとね、生々しいね、生々しいね、もうすけちょっとワクワクしてる、ね、そう、ワクワクしてる、ね、お金の話嫌いじゃないよ、そうそう、僕9時を回ってきて、ちょっとディープな話にしてみようかなってことで、じゃあ学生の皆さん、お願いします、ドーン、お願いします。これちなみに今もらってる金額じゃないですよね、大丈夫ですね、理想の金額、希望給ってことですね、希望給、はい、うん、さあ1000円、1200円1820円、刻むね、刻みますね、とんでもないのがいるわ、お隣すごいよこれ、3240円、すごいわ、ちょっと聞いてみようか、どうしてこの金額を、やっぱ大学生3000円あれば何でもできるので、それに消費税の240円で3240円、考えてる、それ消費税なんだね、そうです消費税です。ちなみに何時間働く想定で、これですか、4時間、1万2000円、ちょいちょいいいよ、はい、いいよ。ちなみにアルバイトされてます？はい、してます。あの最低賃金聞いても大丈夫ですか？はい、840円です。あ、それは今もらってる時給でいいの？はい、あ、そうですね、そっかそっか、上げて上げて、ね、今北海道は最低賃金835円ですから、ほぼまあ最低賃金に近いと、結構上がるね、そっから行くと、ね、すごい上がる、すごい上げ幅だけど、リッチになる、リッチに、3000円で何するの、そしたら3000円、やっぱ友達と飲み会に行ったり飲み会、そうだよね、3000円あればとりあえず飲み放題つけれるってやつなんでしょ、彼女と旅行に行ったりです、ね、あらまあ、彼女いるの、いやー本当にいいね、モンスケいいね、僕も行きたいよ一緒に、ありがとうございます、ね、本当後ろの彼もなかなか具体的な数字を出してて、ね、消費税そうですね、いやこれ実はですね、これ1と2を足したら3で、2と3を足したら5っていう遊びを入れたんですか、ううっていうのはちょっと冗談なんですけど、冗談なのね、冗談なんですけど、うん、と僕前から最低賃金835円って聞いてたので、うんと、まあ、本当に理想としては400円プラスになったら、うん、まあ、嬉しいかなって率直に思った意見です。なるほどね、そっかそっか、全体を見ると割と1000円っていう、そうですね、多いのかな、1000台、まあ、1000円に近い人が多いのかな、やっぱり1000円台乗りたいっていうのはね、そうですね、ちょっとじゃあ1000円の方に聞いてみようかな、聞いてみましょう、どうでしょうか、はい、まあさすがにその1500円とか3240円とかまで一級に上げるのはやっぱり厳しいかなといろいろ思うので、まあできれば1000円だけでも上げてくれれば嬉しいなと思って1000円にしました、ね、ずっと気になってたんだけど、めちゃめちゃいい声してるよね、確かだよね、めちゃめちゃいい声してる、うん、声優さんみたいな、ね、本当すごい、何かされてるんですか、いや特になんかした方がいいよ、お金もらえるかもしれないそれ、時給上がるかもしれない、上がるかもしれない、頑張ります、ありがとうございます、というようにまあ大体やっぱり1000円ちょっとっていう方が ね多いのかなと、うん、でまああと例えばね、そのバイトっていうことで、みんなアルバイトはみんなしてるのかな、アルバイト、丸バツ、丸バツ言ってみよう、アルバイト今してるよっていう人、あすごい、全員だ、全員だ、全員本当だね、じゃあこれ結構みんなにとって身近なね、話題だったかもしれないですね、で例えばね、今ブラックバイトとかさ、そういうのが話題になったりするけど、まあなんかそういう経験があったりする人とかいるのかな、例えば聞くね、まあ、バイト先の先輩見てたらどうします、見てないことを祈りましょう、まあ、言えたらでいいんだけど、いる、丸か×か、ちょっとブラックじゃないかな、これある、あじゃあ丸×でいいよ、丸×で、丸×丸×、はい、まあ、最低賃金、あ結構丸、せーの、はい、丸いますね、あすごい、ね、すごいわ、ちょっと一人だけ聞いてみようか、気になるから、ちょっと一人だけ聞いてみようか、じゃあ一番早く上げた、まあ、これすごく身近なね話題だと思うから、言える範囲でいいよ、言える範囲で、いや、休憩なしで10時間労働、あ大変、これは大変、お疲れ様、ね、
なんか具体的に言わなくていいけど、どういう内容のやつだったの？いや、なんか普通にその接客業、うん、あ、そうなんだ、人が足りなくて、うん、あ、お金は割としっかりもらえるみたいな。いや、あ、え、うわ、いやいや、先生の方が近い額でした。あ、そっかそっか。いや、やばいですね、ブラックですね、うん、10時間ブラックですね。体には気をつけてください。うん、体調管理、ね、そうよ、体調良くないと選挙いけなくなるから。いけなくない。いや、でも本当にやっぱり ね、まあ、今17人いて4人ぐらいね、そのブラックバイト経験あるって言ったら、まあ、人事じゃないなっていうのはね、今のでも分かったと思うんですけど、そうですよね。まあ、だからこそ、まあ、もちろん職場環境っていう部分もそうだけど、まあ、そのお金の部分でもちゃんとね、保証してもらうっていうのは大事になってくるのかな。まあ、ここもきっと政党によっていろんな争点、公約あったので、これからね、選挙結果出た後にも皆さんちょっと注視して見ておいた方がいいかもしれないね。うん、1000円って言ってるけど実際にじゃあなってるのかなとかっていうのを後からねちゃんと見てみるっていうのも一つかもしれませんね。うん、一つ目アルバイト代いきましたけれども、続いてはこちらの話題です。じゃん、授業料や奨学金、またお金、またお金、お金、お金の話ですけど、これも大事なお金の話ですよね、うん、皆さんに近い話ですね。そうそう、うん、で、まあ、奨学金の毎月の返済の話もちょっと後でしようと思うんですけど、じゃあその前にまた各党の公約を簡単に印で見ていこうかなと思います。はい、はい、はい、こちらですね、はい、でこれまた各党ですねちょっと違うんですけど、例えば自民党は経済的支援が必要な子どもたちの高等教育無償化を実現すると言っています。はい、でさらに高校大学の給付型奨学金を作るよっていう、ね、奨学金って言っても貸すパターンと、はい、そのまま貸さないであげるっていうねパターンありますけれども、うん、その給付型ですね。で、まあ、与党はそういう感じなんですけれども、逆に野党を見ると、例えば維新はね、これ幼稚園や保育園をはじめ全ての教育を無償化、振り切ってますね、はい、かなり20丸、うん、だからもう小中高大、まあ、幼稚園保育園全部っていう、うん、ことなんですよね。あとは、まあ、共産党だとこれ学費を速やかに半額にしましょうと、で将来的には無償にしましょうね、うん、で給付型の奨学金ももっと広げましょう、うん、なんていうふうにいろいろと政党によってもこれ色が違う奨学金、うん、授業料の問題です、うん、じゃあこれもちょっと皆さんにね聞いてみようかなと思うんですけど、奨学金今受け取っているよっていう人どれぐらいいますか？受け取ってる人丸か×か、はい、どうでしょう？あ、どうでしょう？3分の1ぐらいが奨学金を今ね借りているもらっているっていう人ですね。どうなんだろう。でも例えばそのちょっと聞いてみようかな、奨学金もらってるっていう人にね、はい、今月々やっぱり、うん、いくらぐらい返すとなるとね、うん、それなりの負担もあると思うんだけど、うん、まず自分がどのくらい借りてるとかは把握してますか？はい、あ、じゃあここからの返済はちょっと不安とかってありますか？めちゃめちゃ不安です。そうだよね。例えばだと月にどれぐらい、今例えばその借りてる分って聞いても大丈夫か？確か 6万、うん、月6万円、うん、で利子ありの方で。あ、そうか、あ、そう、奨学金も利子があるものとないものがね、うん、あるんですよ。で利子があるものを借りてる、はい、ってことは利子も含めて卒業した後に返すってことだよね、うん、はい、一応もう通いながら返し続けて。あ、そうなんだ。もしかしてさ、例えばバイト代とかがその返済に充てられちゃったりとかみたいな。毎月絶対バイトが入ったらお母さんに渡してっていう感じで。あ、そうかそうかそうか。いや、なんか割と私の周りも学生時代にその奨学金を返すためにバイトをするっていう子がすごく多かったので、さっきのバイトの話題の時にすごい気になってたんですけど、うん、そっかそっか。いや、不安だよね、いろいろね、うん、自分が借りてる額を社会人になってからまとめて返したら利子が安くなるけど、ちょっとずつっていう風になったらどんどん増えていくっていうリスクもありますもんね。そうね、うん、
から働いてからまた何十年とね返さなきゃいけなかったり、しかも奨学金借りて勉強にね集中しようと思ってるんだけどバイトもしなきゃならないっていう、こうちょっと矛盾のようなね形にもなってくるしね。もう一人ぐらいちょっと聞けたら聞いてみましょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。あと借りてるよって言ってくれた方、じゃあ奥の女性、はい、どうですか、不安は。不安はやっぱりありますね。ちなみにどのくらい借りてるとかは把握してますか。はい、5万円ちょっとだったと思います。それは社会人になってから返す。はい、社会人になってから返し始めますね。それだとやっぱりちょっと不安ですよね。やっぱり彼女もあれなの、そのバイト代から返したりとか。いや、私の場合はバイト代も自分のお小遣いとして、自分が生活する交際費とかそういうの全部自分のバイトから。交際費すごいなんかしっかりしてるわ本当に。家計簿みたいな感じ、ね、全然そんなの考えてなかった。すごいしっかりしてる本当。はい、でも卒業後は今母が代わりに学費はその奨学金も合わせて払ってくれてるけど、卒業後は自分で奨学金は返していってねっていう形なので、卒業してからは自分がその分返していくっていう形ですね。そうよね。実際にこう奨学金をもらっていて、今後ねこの奨学金、まあ、次の代の、まあ、子たちとかも含めてなんだけど、今のまんまでいいとか、まあ、逆にこうした方がいいんじゃないのかなみたいなのって感じる部分ってどうですか、ありますか。最初に奨学金を借りるか借りないかっていうのが高校生の時にいう話が来て、借りるんだったら高校3年生の夏とかそれぐらいまでに書類を出したりとかしたんですけど、その時はまだ何だろう、奨学金っていう制度が分かっていなくて、もう実際借金だからそのことをもっと考えて借りればよかったなっていうのを思うので、もっとその借金だよっていうリスクっていうのをみんなに、若い人たちにもっと知って、その上で、借りる借りないっていう選択とか、種類の選択とかをすべきだなっていうふうには思います。いやすごいわかる。なんか高校ぐらいの時に、あなんか奨学金の書類来たみたいな、え借りるお金もらえるらしいよぐらいな勢いのテンションだったから、うん、同じだったな。僕もその記憶があります。あります。やっぱそうだよね。そうだからその時ってわかんないもんね。分かんないですね。なんか響きいいもんね、奨学金って。そうそうそう、みんな借りてるし借りようかなみたいなね、そんな雰囲気もあったりするし、そうそうそう、それこそ借金っていうのを分かってないっていうのを確かになって思う、ね、あんまり学校でも詳しく説明とかはないですもんね。そうですね、借金っていう言葉は絶対に使ってなかったですね。そうよね聞こえ悪いからね。そうだよね、奨学金かっこ借金なんていうふうにね書かないもんね。ありがとうございます。そうですね、そんな意味では借金僕20年返しましたよ。あ、奨学金、実際に学部とね、大学院のね、6年分もらったんで。あ、じゃあ40歳以上まで返し続けたってこと。40歳になっても借金。借金、そっか、負担ですかやっぱり。いや自分自身はあれだけどね、神さんがね。年に2回確かなんかね支払いの時期があって、あ、その時期になるとあのなんか急にガチャガチャ言ってくるなるべく会社にいました、ね、その時期。なるほど、はい、なるほどね、ということですね。でもこれは本当にね、学生の皆さん直結することだから、まあ、これもねあのしっかり見ていきたいなというふうにね思いますね。ただまああれだよね、この、あの日本がそのまあ成長する、成長するためにやっぱり教育って実はすごい大事で、すごい大事で、あのそのためのこう環境を作るっていうのはやっぱり真剣に考えなきゃいけないかもしれませんね。今まではまあ、国を豊かにするっていう、こう工業とかそういう考え方だったんですけど、やっぱりそろそろねこう人をちゃんと育てていくっていうのもね、あのやってもいいのかな。ましてこう人口も減っていくわけですから、余計ねあのこう質の高い教育を受けられる環境を作って、その分自分自身をこう自己実現していく、世の中にしていくっていうのは、ね、僕は大事なんかなと思いますね。そうですね、はい、そうなっていくことをね、あの願っていきたいと思いますけれども、さあでは次のテーマに行きましょう。次はねこちらです。はい、同性婚について。今日あのゲストインテリ女装家のテルコさんなんですけれどもね、インテリ、それも大事ですからインテリ、はいはいね、でテルコさんあの LGBT という、ね、立場それを公表して、はい、まあ、いろんな物事にこう切り込んで、はい、積極的に、ね、発言なさって
いるんですけれども、どうですか今のその LGBT 取り巻く何か思うところってありますか？そうですね、いろいろこの同性婚についてはですね、今マリッジフォーオールジャパンっていう名前でその結婚の平等を求める裁判を各地でその同性カップル の, あの方々だったりとかがその原告になって今、いろんな戦いをこう進めてるんですけれども、はい、その結構なかなかね、あのみんなにまず LGBT っていうのをこう知ってもらえてるのかどうかっていうのも当事者としてはいろいろ不安があったりとかして、これからどんどんもっと浸透していってくれればなって思ってたりするんですが、ちょっとみんなに聞きたいんだけど、 LGBT っていう単語聞いたことありますかありませんか？ちょっと上げてもらってもいい？じゃあ丸バツお願いします。せーのドン。お願いします。そっか、なんかやっぱり割とみんないろいろメディアとかではこう知ったりとかしてるのかな。じゃあもう一個聞きたいんだけど、あの当事者の友達だったりとか知り合いだったりっていうのがそのいるっていう人どれぐらいいるかしら？周りに今まで行ったことあるよっていう人、せーの。ああそうよね、そっかそっか。やっぱりこうなると3分の1以下になってくるというか、その当事者はなかなかカミングアウトしづらいので、だからまずその政治的な話題とかうちら困ってんだよってなる前に自分から言い出しにくいみたいな環境とかあったりして、すごくね大変だったりするんですけど、みんなありがとう。結構な割合、あのデータによると 7.6%、 8% ぐらいの方が、まあ、LGBT のやつかな、13人に1人っていうふうに、はい、そう、左利きの人と同じぐらいの割合だっていうふうにね、あの聞きました。あと AB 型の人とかと同じぐらいの割合なんですけど、そうですね、今回の選挙でもいろいろ各政党がどういうことを考えているのかとか、ね、候補者で結構 LGBT に対する政策はこうしますっていうのをはっきりこう言ってくれている人とかがいて、やっぱり当事者としては結構そういうのは参考に、あのしがちというか、そうやっぱりこう見ちゃいますよ ね、はい、ね、社会がどういうふうになっていくかっていうところ で、でじゃあその政党のちょっと公約を、ね、見ていきましょうか。こちらも簡単にまとめてあります。はい、LGBT への理解と同性婚についての公約ですね。で LGBT への理解という部分でいくと、まあ、ほとんどの党が公約に掲げています。与党も LGBT への理解を目的とした、まあ、議員立法を制定しますよと言っていたり、そうですね、その、まあ、法律を作るというような話をしています。でさらに、言及しているのが同性婚、立憲民主党や共産党、維新の党、社民党、丸ってついてます。これは、同性婚を可能とする法改正を実現しますよという話をしているんですね。これただ、はい、あれですよね、その憲法だと確か、そうです、両性の、はい、両性の合意のみに基づいて、両性の合意にのみに基づいてっていうふうにあるから、はい、文言が、ね、ありますよね。そこも含めてっていうことなのですか？そうなんですよ。その両性っていうのがどういう意味を指すのかっていうのをこう考えなきゃいけないんじゃないかとか、じゃあ憲法を変えないと同性婚ができないのか、いやそうでもないよとか、なんかこういろんなこう改憲派、護憲派とかいろいろ分かれてて、すごくセンシティブな問題だなとは思うんですけどね、はい、あとあの同性婚と、あとパートナーシップ、はい、そうですね、制度ってあるじゃないですか、はい、あれはどう違うんですか？今ですね、やっぱり札幌市だとあのドメスティックパートナーシップ制度っていうのがあって、いろんな当事者の方が利用したりしてるんですけど、やっぱりその札幌市にパートナーシップあるって言っても、実はいろんな条件があったりするんですよね。あの市に住んでる2人とも、もしくはこれから引っ越してくるっていうのが予定されてないと結べないとか、その札幌市の中でしか効力がなかったりとかっていう意味では、やっぱりその例えば、片方がどこかにこう出張に行くだとか、こう離れるってなった時とかにこう保証をされないってなると、なかなかその自治体が応援してくれるだけだと、こうなんていうんですか、こう社会としてまだまだこう保証されてないなって思ってくるところが出てくるっていう、はい、ところなんですよね。なんか、まあ、入り口論からすると、なんかでもそのパートナーシップ制度からこう社会の理解を得ていくっていう方法もあるのかな、そうですね、はい、
い、あの今回 の、うん、の道議会とかでも、うん、その全道にパートナーシップを推し進めますって、うん、言ってる道議の方とかもいたりとかして、やっぱりそういう足場固めといいますか、うん、いろんなところでそのパートナーシップがもうすでにあるから、うん、こんなにすでにあるのになんで国が追いついてないの、うん、っていう形で攻めていくっていうのも、うん、あのまあ、一つ戦略としてあったりするのかな、うん、なんていうふうには、はい、思うんですけどね、うん、はい。でその、まあ、LGBT、まあ、今ちょっとこうマイノリティっていう部分の立場から、はい、まあ、でもいろいろ照子さんその行動を起こしたりとか、はい、こう声上げたりって結構されてると思うんですけど、はい、 そうですね、それってその どういうふうにやってきたんですか。まあ、それあの LGBT だけの話でもないと思うんですよね、いろんなそのマイノリティの方がいらっしゃると思って、例えば他のことでも言えることだとは思うんですけど、うんうんうん、そうですね、あの今現在ですね、うん、去年から引き続いてやらせてもらってるんですけれども、うん、札幌レインボープライドっていう、うん、その LGBT の人たちが札幌の街をその歩くパレードっていうイベントを毎年毎年やっていて、あの人がすごい1000人以上の単位で集まるようなイベントなんですけど、それの実行委員をやらせてもらってます。でやっぱりその LGBT の人たち一つに集まって何かを主張したりとかっていうのをこう企画したりしてるんだけど、そのみんなも何か言いたいことがあったりとか、こう発信していきたいことがあったらちょっとでもいいから何か企画してみたりとか、何かこう集まってみたりとかっていうのってすごく重要だと思うんですよね。なので私はパレードにこういろいろ参加させてもらってて、そういうその自分たちで集まって声を上げることの大事さみたいなのをすごく学んだりとかしたので、ぜひ若い世代にはもっともっとなんかいろいろやってもらえたらっていうふうに、はい、思うんですけどね。はい、じゃあ今その、まあ、同性婚の話も出てましたんで、ちょっと皆さんにね同性婚についてどう思うかっていうのを丸×でちょっと出してもらおうかなと思うんですけど、うん、出せますかね。じゃあいきますよ。はい、同性婚 OK いや NG、 じゃん、はい、お願いします。どどん、みんな丸、すごい嬉しい、すごい嬉しい、うん。テレコさんどうですか、これ見て今日のこ の、 あの、うん、番組の前にですね、それこそ高校生の子たちとおしゃべりする会っていうのを、はい、その自分でちょっとパレード関係で企画させてもらって、うん、あのいろんな人とお話しさせてもらったりしたんですけれども、あのやっぱりこう若い世代というか、うん、あの今の高校生大学生あたりってものすごくそのみんな理解、うん、あのしてくれてるというか、うん、あのだからやっぱりこう若い世代からどん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 変わってきてるんだなって思うんだけれども、じゃあその若い世代が声上げないと、うん、もっとその上の世代の人たちも変わっていかないしなっていうふうにいろいろ思ったりします。でもすごいみんながその理解してくれてるっていうのはすごく嬉しいです、うん、はい、うん、そうですね。じゃあちょっと関連してこちらね、次の話題も行ってみたいと思います。はい、こちらです。夫婦別姓、これ賛成ですか反対ですか。まあ、こちらもまあ結構いろんなところで話題になっているものだと思うんですけれども、うん、じゃあもうこれいきなり学生の皆さんに丸バツでちょっと聞いてみようかなと。丸バツ、はい、思います。じゃあ夫婦別姓賛成の人丸、反対の人バツ、ドン、お願いします。はい、ほとんどが夫婦別姓丸、賛成よ。手前の男の子は反対、うんうんうん、いいよ、みんないろんな考えがあって、うん、じゃあちょっとお話聞いてみようかな。じゃあまず丸の子から聞いてみようかな。いや先に先に、ああ、うん、なんでなの、小太郎くん、やっぱり自分が好きになってこうやっぱ結婚するからにはやっぱり自分の苗字をもらってもらいたいなっていう感じです。なるほどね。結婚のご予定は、いや、それはないですけど、あそうか、そうか、これからね、これからこれからしたいので、その時になんかこう、別々だったら、うん、なんで嫌なのか分かんないですけど、なんか嫌ですね、こう一緒に住んでて、うん、自分との苗字が違うっていうのは、うん、なんでか、僕はちょっと許せない、うん、許せないって言ったらあれですけど、嫌ですね。絆みたいに感じるのかね、うんうん、絆とは何なんですかね、わかんないですけど、一緒の方がちょっと一緒の方が嬉しいですね、はい、俺の嫁やなみたいなってことを苗字もらってくれたで、極端に言ったらまあそうなる、あいやでもどうなんですかね、一緒になりたい、一緒になりたい一緒になりたい一緒がいい、うん、いやオスだね、オスだねごめんなさいね、大変出ましたね、ありがとうございます。もう両側がもう言いたいって顔してるよ、
すごいわよ。私はその夫婦が同棲になった場合に性が変わった人の方に不利益が生じることがあるっていうのを知ってて、うんうんうん、例えば、学者さんとかだと同じ名前で論文を出したいのに、うん、結婚したから性が変わったからってこう変えなきゃいけないっていうと、うん、なんかこういろいろそれが面倒だったりとかっていうのがあるっていうふうに聞いたので、うん、そのもちろん一緒になりたいっていう人は一緒でもいいと思うけど、うん、そうじゃなくて職業上とか自分の都合上どうしても今の名字のままで仕事したいっていう人はそうすればいいと思うし、なんかこう選択肢が増えた方がいいんじゃないかなっていう、その絶対に一緒にならなきゃいけないっていう今のままだとちょっと窮屈に感じたりとか不便に思う人がいるから、ちょっと選択肢を増やす。そうだよね、別姓も選べるっていうね形だったりすると本当にね論文探しにくかったりするもんね、あの人結婚したんだねみたいな感じになっちゃったりとか、うん、分かる分かる、うん、ありがとうございます。ではどうですか、聞いてみよう。夫婦が同じ名前になるっていうのはやっぱり好きな人の名字もらうっていう意味で、まあ、気持ちの面ですごい嬉しいことであると思うんですけど、やっぱ今女性のキャリアアップとか社会進出とかがどんどんそういうのある中で、やっぱり職業柄マナさんと同じようにとやっぱその職業柄どうしてもその別の名前が変わってしまうことによってなんか働きにくさを感じてしまったりとか、手間なんかその変わることによって働きづらさとかやっぱり出てくるっていう話もテレビとかで聞いたことがあって、うん、でやっぱそういう時にタイミングとかそれ変えるやっぱ同じにするタイミングとかそういう選択肢があった方がよりやっぱ結婚するタイミングとかもやっぱ別姓にできるっていうことによって選ぶことができるんじゃないかなと思います。なるほどね、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、何かお、どうした、あれ気が悪いしましたね、意見が。あれ、いや、ありありありやるに変えさせていただきます、すいません。お二人の意見を聞いて、ちょっと心にしみるものがいいですね、ありがとうございます。すごいね、すごいね、響いたという、うん、大丈夫、体調悪くなってない、大丈夫大丈夫ね、よかった、体調まだ気にしてね、冷や汗みたいなの見えるけど、大丈夫堀内さんの方が汗ひどい。いや、まあ僕の方がひどいんですけどね。でもやっぱり今の話題ってね、こう結婚っていうところでみんなも身近なこれからね、もう何年かのうちにするって方も多いと思うんで、まあ、意外とこう意見が、ね、たくさん出てきて、ね、真剣に考えてるのかなっていうのもすごく伝わってきました、うんうん、モンスケはさ、結婚したら苗字もらうの、誰かの。僕どうなんだ、僕の苗字ってでも何なんだろうなってちょっと考えるよね。そうだよね、そう、この方モンスケでずっと通してるから、うん、何、モンが苗字なの。あ、それ初めてのアイディアだよ、うん、スケみたいな、名前だけしかなかったんだよね、うんうん、そう、雑だよ、僕の家族だってモンパパ、モンママとかだもんね謎だよね、もうね僕そしたらスケになっちゃうしさ、ね、うん、ね、そうなんだよね、苗字、うん、憧れかも、でも、うん、ありがとういつか苗字もらってください。さあ、そしてね、じゃあここで先ほどセアロガイおじさんの VTR を皆さんに見ていただいたんですが、この夫婦別姓についてもセアロガイおじさんこんな動画を出しています。おい、選択的夫婦別姓についてどない思う。日本では夫婦同姓が義務付けられていて、結婚して女性が改姓するケースが9割を占めるんや。でも中には姓を変えたくないという女性も存在して、そういった女性を姓を変えることに対して精神的な苦痛を感じているという状況があるんや。そこで議論されているのが選択的夫婦別姓や。これは同じ姓にするか違う姓にするか、それぞれの夫婦で決められるという制度や。この制度に対して家族の絆が壊れるといった反対意見があるんやけど、家族との関係ってパートナーや子供たちの向き合い方で作られていくもんとちゃうやろか。同じ姓にしたからといって一致団結みたいな簡単なもんじゃないと思う、家族って。他にも子供がかわいそうっていう反対意見あるけど、改正の精神的苦痛で巻いてるお母さんに育てられる子供の方が普通にかわいそうやと思う。もちろん同じ姓にしたいという夫婦の思いを否定するつもりは全くない。
強制的夫婦別姓やなくて、あくまで選択的夫婦別姓やから、同姓にしたい夫婦はして、そうじゃない夫婦は別姓にする、選択肢を増やしましょうっていうだけの話や。最近ピザで1枚のピザに半分ずつ2種類の具を乗せる、なんか選択的ピッツァ別具制みたいなの導入してるところあるやん。俺あれ素晴らしいと思うね。だってウーバーイーツとかでピザ頼むときに、シーフードピザ食いたいやつとマルゲリータ食いたいやつがおっても、それぞれが好きな方を選択してお互いハッピーや。そこに、いやお前もシーフードピザ食うべきってやつおったら、なんやこいつ押しつけがましい、ウーバーイーツっていうか、うざこいつってなりません？ほんでこの前の党首討論の時にお偉いさんが、選択的夫婦別姓は経済成長に関係ないって言ってたけど、ほんまにそうやろか。改善する際には役所行って手続きして、銀行口座やら運転免許証やら保険証やら繰り返りやパスポートやらの名義変更して、社内での手続きしてて、さまざまな手間とコストがかかる。また働いてる女性はこれまで知名度や信頼度を築いてきた旧姓を使えないことによる不利益も考えられる。これだけでも効率的な経済活動を阻害してると言えへんやろか。また繰り返しになるけど、改善するのは9割が女性や。女性にこのような負担を強いているということで、海外からは女性蔑視のイメージを持たれて、国としてのブランド価値を下げている。全ての女性が輝く社会づくりをって言っておきながら、女性の負担が大きい制度を変えって、どういうこと？服の裾を思いっきり引っ張りながら進めって言ってるようなもんや。まあいろいろ言うたけど、確かに夫婦の形が変わることによって日本の伝統が壊れてしまうような漠然とした不安を抱えてしまう気持ちはわかる。でも時代はどんどん進む。時代に合わなくなって今を生きる人たちの負担になってしまった伝統は、もはや伝統やなくて悪習や。伝統を時代に合わせて更新して、新しい価値観にも対応している、これからの伝統を作ることって大切やと思う。日本は今いろんなところでこの壁にぶつかっているような気がする。まずは手始めに選択的夫婦別姓について考えよう。考えたくなりますね、なんかね、これね、選択的ピッツァ別姓、うん、最高ですね、本当ね、うん、やっぱり今笑いもねかなり出てましたけど、やっぱこういうのを見るとね、なんかちょっと考えてみようっていうきっかけにはね、そうですね、なりますよね、やっぱね、うん、はい、セアロガイおじさん、今日2回目の登場でございました。さあではここでですね、次のテーマ簡単にちょっと言ってみたいと思います。こちらです。消費税 10% 賛成反対、はあ、うん、これもねやっぱり我々の暮らしには直結する話題になりますね。じゃあこちらもまず簡単に、各党の公約をね見ていきたいと思います。はい、こちらです。これねかなり簡単です。もう丸と×分かれてます。本当か。 10% への増税、10月ですね。もう自民公明与党は 10% に上げます。それ以外の野党は上げません。もうこれだけなんですね。非常にもう明快です。じゃあこれを踏まえてちょっと皆さんにもね聞いてみようと思うんですけど、消費税 10% 上げるの賛成か反対か、またちょっと丸×で上げてもらおうかなと思いますが、いけるかな。では消費税 10% 賛成反対どうですか。じゃん、お願いします。はい、おー、おー、あー、賛成よ、上げていいよっていう人はちょっと少なめですね。ほとんどが上げないでっていう人の方が多い感じ。ちょっと聞いてみようか。はい、はい、じゃあまず賛成の方から、うん、舞さんどうですか。はい、自分のお会計の時とかに払う金額が増えるっていうのは正直嫌なんですけど、うん、でもその、まあ、私は考えてるのは、自分の給料が上がれば消費税上げてもそんなに打撃ではないのかなと思っていて、ただ今の給料のままでただ消費税を上げるのはやはり苦しいので、給料を上げてくれれば賛成かなと思っております。今のままじゃちょっとっていう、うん、さっきの最低賃金の話、ね、いやそうですよね、絡んでくるような。だから 2% ね、 8% から 10% に上がると 2% だから、まあ、せめて最低賃金がねそれぐらいは上がればって、ね、まあ、簡単に単純に考えるとだけど、うん、だからさっきの人、ね、みんなが言ってた1000円とか、うん、それぐらいになってくると今の話だと、うん、まあいいのかなみたいな感じ、うん、いい声の彼も丸なのね。そうですね、ちょっとじゃあいい声聞かせてもらえますかね。はいはい、どうですか。喋りにくいごめんね、自分でちょっと言いづらくなっちゃったね、ごめんね。ですね、その増税に反対か賛成かっていうのは、うんうん、その増えた分の使い道にもよるのかなってちょっと思って、それはちょっと勉強不足で何に使われるのか分かってないんですけれど、うん、
負担をより減らしてくれるような使い道にしてくれるのであれば、こう増税もあまり苦にはならないのかなと、むしろいい方向に行くんであれば増税してもいいんじゃないかなと思っているので、丸を挙げました。そうだよね、税金取って何してくれるのかって話だもんね。そうね、そうよね。真鍋さん、そこをちょっと教えていただいて、まあね、今回は社会保障に使うっていうふうに言ってるんで、まあ、まさに皆さんたちが現役になった頃に影響が出てくる話、そんな代表者を今選んでる。選び終わったっていうことになるな。いやいや、まあ、この後も選挙です。まあまあそうですね、うん、うん、そっか、なるほど、いい声ありがとうじゃあ逆に反対よっていう声も一人二人ちょっと聞いてみましょうか。どうですか、みゆさん。やっぱ学生の身からしたらちょっと負担が大きいのかなって、方面が多いので、あんまり、でもその増やしてなんか目に見えて経済状況が良くなるとか、そういう効果が現れるのであれば、まあありかなとも思います。だちょっと今の段階ではこっちの負担がちょっと大きいのかなって思いました。そうだよね、学生でさ、社会人とは違う、もうちょっと少ない感じで稼いでるのに増えんのみたいな資質って思っちゃうよね。うん、わかるわかる。そっかそっか、ね、買い控えとか起きないとね、いいよね、本当ね。それはどうしても税金上がるとその後ちょっと昔だったら買ったけど今だったらみたいな風になっちゃうとね。 8% の時もね、いろいろなんかちょっとっていうのありましたもんね。大きいもの買うと結構影響、うん、そうですよ、ね、本当変わる前にみたいな感じで、そうそう、みんなも車買うとかってなってくると結構大きい話になってくるかもしれないしね。でかいでかい、もう一人ぐらいちょっと聞いてみましょうか。ありがとうございます、はい、ね、2% だけど結構大きいですよね、うん、どうでしょうか。と、まあ、今の話にもあったみたいに学生なので、まあ、10% ってなるとすごい負担だなって感じるのと同時に、まあ、8% からこう 10% になってそんな変わるのかなっていう疑問もあったり、でも 10% になってなんか高くなって買うのが難しくなるから、もう今のうちに買っとこうと思って、その 10% になってから消費とかそんな増えないんじゃないかなって思います。ぜひね、あれ学生の皆さんの、まあ、防衛策としてね、2つあると思うんですけど、うん、1つはまずあれ軽減税率で、うん、その場で食べると税金高くて持って帰ると、少し安い。あ、ぜひだから持って帰りましょう、うん、なるほど、持って帰りましょう、外食じゃなくてってことですよね、うん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 、だともう1つが、キャッシュレス決済だとあれポイント還元やるでしょ、うん、だからでまさにもうこういう若い世代はもうそういうの得意だからぜひねポイントもらってください。キャッシュレス、うん、ポイントもらってください、ね、最近いろんなサービスがありますから、ね、少しでもやっぱりそういうのでこうちょっと知恵を使って、うんうん、防衛していかないと、うん、はい、お財布事情にまでこうアドバイスをくださるっていうことね、みんなやった方がいいよ、聞いた方がいいよ、うん、本当に、うん、ね、ありがとうございました。ひと事ではないですから ね、本当に10月上がるものですからね、うん、うん、さあでは今日ツイッターでも意見を募集しておりまして、一つねご紹介したいと思います。はい、スンアットマーク北海道さんからいただきました、はい、ありがとうございます。最低賃金が地域ごとにばらつきがあることが結局地元に転職したくてもできない若者がいるってことになるのではないかと、うん、といただきました。だから先ほど最低賃金の話もしましたけれども、はい、その与党が言ってる最低賃金1000円っていうのは全国どこでも1000円っていうわけではないんですよね。厳密に言うと平均して1000円なんで、1000円に満たないところも出てくるし、1000円を超えるところも出てくるなんていうこともあるんでね、まあ、今の話でいくとばらつきがあるのはね、はい、確かに地元に帰ろうと思った時の消極的な、ね、方に働いてしまうっていうこともあるかもしれないですよね。はい、今日もご意見たくさん、ね、いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあということで、約ですねここまでもう2時間ほど喋り続けてきましたね皆さんね。もう2時間経ったんですよ。早いですね、早いですね、意外とね、
ねえ、照子さんどうでしたか。いやでもなんか全然自分の学生時代と違ってみんなすごいいろいろ考えてて、なんか今日は逆に勉強になりました本当。そう、でもこれからもね、次の選挙は必ず行ってくださいね、体調直してね、本当。照子さんどうもありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。真鍋さんもいろいろ解説ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてモンスケどうでしたか、初の選挙特番。いや楽しかったね本当に。あとなんかみんないっぱい喋ってくれてすごく嬉しかったです。うん、だからまたやろうね。うん、楽しかった、ありがとうございます。はい、モンスケの一声で次回が決まるかもしれませんね。さあそしてもう何より今日は参加してくださった学生の皆さん、今日本当にありがとうございました。皆さんが積極的にね、いろいろ意見言ってくれたおかげですごくね、活発に話し合いができたと思います。で最後に今日のね、丸バツ使って一つだけクエスチョンしたいと思います。今日参加して良かったと思う人、ドキドキ、良くなかった人はバツ、良かった人は丸、どうぞ。いいよ。正直でいいよ。正直でいいよ。正直でいいよ。みんな本当、本当、いいの、いいんだよ、気を使わなくて。うん、ありがとう。いやでもこうやって、いやこうやって言ってくれて嬉しいです。ありがとうございます。今日のねこの番組に参加したこと、まあ見てくださった方もこれをきっかけにしてこれからのね選挙、自分とこうよりね身近に考える何か一つのねきっかけになってくれたらなというふうに思います。さあ特番、ネット特番はこれで、今日は終わりますけれども、この後は HBC テレビで氷時選挙特番にお付き合いください。ここまでお送りしてきました、どうもありがとうございました。ありがとうございました。